アメリカのメジャーリーグではオールスターが終わり、シーズンの後半戦が間もなくスタートします。そんなメジャーリーグで、前半戦の話題をかっさらったのが、エンゼルスに所属する大谷翔平選手でした。特に6月は、大谷選手の打撃が大爆発。6月1ヶ月間の成績が、打率3割9分4厘、15本塁打、29打点、4盗塁という驚異の成績に。月間15本のホームランは、大谷選手自身が2021年6月に記録した月間球団最多タイ記録、そしてヤンキースなどに所属した松井秀喜さんが記録した日本人最多を抜き、単独トップとなりました。6月の最後の試合では 150.3m という今シーズンのメジャーで最長飛距離のホームランを打ち、メジャーに移籍以来得意としている6月に際立つ強さを見せつけました。そんな中、アメリカのテレビ番組が大谷選手の活躍を大特集。その番組に出演したアメリカの野球評論家は、今シーズンの大谷は我々の想像をはるかに超える活躍をしていますね。特に6月の打撃はすごかった。15本ものホームランを打ち、打率も4割近かったですからね。6月の約1ヶ月間の大谷の活躍は目を見張るものがあり、1ヶ月で15本のホームランを打ち、これでオールスターまでの前半戦で32本のホームランを打ったことになります。今更ですが、大谷は本当に本当にすごい選手です。6月の最後の試合では、今シーズンのメジャーでの最長飛距離となる150メートルを超えるホームランも打ちました。では、6月の大谷の好調の理由はどこにあったのでしょうか。大谷は過去にもホームラン王争いを行ったように、もともと長打力とパワーという素質を兼ね備えたバッターです。今年はさらにパワーの向上に取り組んでいるようですが、それ以上に3割以上の高打率を目指す努力がいい方向に向いていると考えています。大谷は2021年に46本のホームランを打ち、メジャーに移籍してきてからは初めてホームラン王争いをしました。惜しくもホームラン王のタイトルは獲得することができませんでしたが、シーズンの終了後にはアメリカンリーグの MVP を獲得。しかし、その2021年のシーズンの大谷の打率は2割5分7厘という低いものでした。そういうこともあってか、翌年の2022年のシーズンの大谷は打率の成績をアップさせることを最大の課題としたようです。その成果もあって、2022年の大谷の打率は2割7分3厘と、前の年から2分近くアップさせることに成功。しかし、ホームランの数は34本と、打率をアップさせることを優先したためか、2021年から10本以上も減少してしまいました。そのため、今シーズンの大谷は、打率3割を目指しながらも、同時にホームランの数も増加させるという、難しい課題に取り組んでいるように見えます。今シーズンのメジャーが開幕した直後の4月はホームランを打とうという意識が強すぎたのか、やや広めのスタンスでかなり強引にバットを振っていた印象がありました。ホームランを打ちたい、遠くに飛ばしたいという気持ちが強すぎたのかもしれませんね。しかし、大谷はいろいろな投手の球種を見たことで、5月の下旬あたりから一気に打撃の調子を上げました。6月の絶好調だった時の大谷には、相手の投手も投げるボールがないという感じだったでしょう。このデータを見てください。このデータは昨シーズンの大谷のコース別の打率なのですが、オレンジ色になっている得意なコースは全て高めになっています。特に真ん中高めのボールの打率は6割以上もの驚異的な数字に。それに対して、昨シーズンの大谷は低めへのボールがとにかく弱く、全て1割台の成績でした。このデータはメジャーの各球団も持っていたはずです。だから、今シーズンが始まるときにメジャーの各球団は大谷に対してはとにかく低めのボールを投げればいいと思っていたことでしょう。そういうこともあって、5月の中旬頃までの大谷はあまりホームランが打てなかったのかもしれません。そして、このデータを見てください。これは、
今シーズンの大谷のコース別の打率です。前年と変わって低めのボールが打てるようになっています。ど真ん中だけ打率が低くなっているのは本当に不思議で、ご愛嬌といったところだと思いますが、大谷が6月に打撃の調子が絶好調になったのは、低めへのボールを克服したことが一番の要因と考えられそうですね。6月に打撃の調子が絶好調になった大谷は、15本のホームランを打って、チームの月間最多本塁打記録を更新し、さらには、ベーブ・ルースらと並ぶアメリカンリーグの月間最多タイのホームラン記録にもなりました。そして、1900年以降の投手として、月間30奪三振以上をマークした選手の月間最多ホームラン記録は、1位が2023年6月の大谷で、15本塁打、37奪三振。2位が2021年6月の大谷で、13本塁打、33奪三振。3位が2023年5月の大谷で、8本塁打、44奪三振。4位が2022年8月の大谷で、8本塁打、31奪三振という、大谷自身が上位を独占するという、珍しい記録を作っています。今シーズンの序盤に大谷が打ったホームランのほとんどは変化球を打ったものでした。今シーズンの序盤の大谷は変化球のタイミングでボールを待って、甘い直球が来てもファールにして変化球をホームランにしていたという印象です。先ほどお見せしたデータで真ん中だけ率が低かったのはその影響が残っていたためかもしれません。しかし5月の下旬以降は直球のタイミングでボールを待つことができるようになりました。そのため、甘い直球が来ても逃さず捉えられるようになり、相手の投手は変化球を投げるしかなくなって、その変化球も打てる状況になったんです。これで相手の投手は、大谷に対して投げるボールがなくなりました。そして、今シーズンの大谷は、特に相手の投手が左投げの時は、少し体を開いて待つようになりました。それまでの大谷は、左投げの投手独特の外角に消えていくスライダーをよく空振りしていました。しかし、少し体を開くスタンスにしたことで、ボールの軌道がよく見えるようになり、以前のように外角に消えるスライダーを空振りすることも少なくなっています。大谷は選球眼が良くなり、ボール球を振らなくなったことで、6月の打率が4割近くにまでなったのだと思います。今シーズン大谷がホームラン王のタイトルを獲得できるかどうか、後半戦相手の投手は大谷に対してさらに厳しいコースのボールを投げてくるでしょう。そのボールをどれだけ追わずに見逃すことができるか。ボール球が増えてくるとストライクゾーンギリギリのボールに手を出すようになってしまい、打撃の調子が狂う可能性もあります。現に7月に入ってからの大谷にはその兆候が少し見られ、打撃の調子が少し悪くなっていましたよね。エンゼルスに怪我人が続出し、ついには大谷と共にチームの主砲であるトラウトまでもが左手の骨折で離脱してしまいました。エンゼルスの打線は大谷にさえホームランを打たれなければいいと、相手の投手の大谷に対する集中度が高まったことも7月に入ってから少し打撃の調子を落とした原因でしょう。そして、大谷がホームラン王のタイトルを獲得するために、後半戦に鍵となるのが、下位チームとの対戦だと思います。優勝争いやポストシーズン争いから脱落したチームは、大谷に対して、どんどんと勝負してきてくれると思います。たとえ大谷にホームランを打たれたとしても、変な雰囲気にはなりません。逆に、大谷と勝負することから逃げて、フォアボールにすると、チーム内はもちろんのこと、球場全体がとても変な雰囲気になってしまいます。だから優勝争いやポストシーズンへの進出がなくなったチームほど大谷と勝負してくれると思いますよ。そういうチームに対してどれだけホームランを打つことができるか、これが大谷がホームラン王のタイトルを獲得するために一番重要なことだと思います。一応言っておきますが、大谷が今シーズンのトレード期限までにドジャースなどのナショナルリーグのチームに移籍した場合は、ホームランの数がゼロからとなってしまい、その場合には、
ホームラン王がどうとかという話はなくなってしまいますと話していました。今シーズンの大谷選手には2021年に成し遂げられなかったホームラン王のタイトルの獲得をぜひ実現させてほしいですね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。